こんにちは、MJWS です。今回は MJWS の活動報告動画です。当室の今期取材目標に、かつて川崎市で敷設が試案された川崎市都市モノレール計画を挙げているのですが、この物撮りをいよいよこの夏から開始することとしました。川崎市都市モノレールとは、川崎市が1970年代初めから1980年代初めに構想した市北西部現在の多摩区、高津区、麻生区、宮前区にあたる地域の都市モノレール路線建設計画です。川崎市には川崎縦貫高速鉄道といういわゆる川崎市営地下鉄という地下鉄計画がかつて存在しました。1960年代より始まった川崎縦貫高速鉄道の構想は地下鉄5号線計画がベースとなっており、大師河原、末吉橋、元住吉、長沢、百合ヶ丘を東西に結ぶルートとし、新百合ヶ丘周辺地域の開発が主となっていました。地下鉄5号線の計画は川崎市の丘陵部、内陸部、臨海工業地帯を直結し、 JR 南北線の混雑や都市部の交通渋滞の緩和を目指し、川崎市民の人流を促す目的となっていました。しかし1980年代後半には国の都市計画の方針が変更され、建設費低減を図るなどの理由から地下鉄ルートの構想も大きく変更される状況となりました。その後、川崎縦貫高速鉄道の計画ルートはたびたび変更され、環境アセスメントを調査実施するものの結果は良好とは進まず、結局2015年までに全ての計画は休止となり、その影響で川崎市都市モノレール計画も同様に廃止となった経緯があります。さて、川崎都市モノレールとの関わりについてですが、先ほど紹介した川崎縦貫高速鉄道計画ルートでは主に東西方向の線形が基軸となっており、この周辺地域は鉄道空白地域となってしまいます。これらの地域を公共交通機関で網羅するために、川崎市都市モノレールのルートが様々な形で構想されていくことになるわけです。つまり川崎都市モノレール計画は川崎縦貫高速鉄道の敷設がある意味前提となっているわけです。今回 MJWS ではこれら川崎縦貫高速鉄道および川崎都市モノレール計画について調査し、概要版とした上で従来通り紹介動画を作る予定にしています。他の都市で計画されていた都市モノレール未成線と異なり、この川崎都市モノレール計画は線形も複数検討がなされ、さらにその領域も広大な範囲を網羅することから、撮影にもしばらくの時間を有します。今回は撮影に伺った区間の様子を主体とし、未成線ルートの紹介というよりは MJWS としての普段の動画サンプリングの様子を主体に紹介します。さて、今回訪れたのは JR 南武線、東急田園都市線および大井町線が乗り入れる溝の口駅。川崎都市モノレール計画において起点駅かつ第1駅が配置されるはずであった地となっています。画像の位置が川崎都市モノレール溝の口駅を配置する予定だった場所。すでに鉄道2路線が乗り入れるハブ駅ですが、モノレールが開通していた場合さらなる要所となったはずです。川崎都市モノレールの本命線形は1976年の調査で示された8の字のルート。その線形の特徴からこのルートが最も知られています。溝の口駅はこのルートの起点となるはずだった川崎都市モノレールの核となる駅でした。さて、川崎都市モノレールは8の字で考えられていたと説明しましたが、この交差部分どのような風景となっているか気になりませんか？ということで、今回の撮影ではこの溝の口駅から歩いてこの8の字の交差部を目指し、
カメラを回していきたいと思います。溝の口駅は第1駅と位置づけられていますが、今から歩くのは駅番号とは逆流していく格好となり、第36駅、第35駅、第34駅、そして8の字の交差駅が第13駅となります。川崎都市モノレールの調査報告書で挙げられていた課題の一つに、計画ルート上の道路の幅員が確保されていないというものがありますが、まさにこの通り、今回歩いたルートも例外なく、モノレールの導入には幅員が足りていません。もっとも計画自体消滅してしまってはいますが、モノレール敷設に際しては用地取得面で苦労することとなったはずです。川崎市では1982年近くまで市独自で調査を続けましたが、川崎市都市モノレール計画をめぐっては様々な問題が浮上、特に道路の幅員が満たないという悪条件のため調査の進捗状況が悪くなり、結果川崎市は建設省の補助を受けない独自の調査を続けなくてはならない状況となっています。話の途中ですが、八の字の交差部となる平二丁目交差点にやってきました。この真上でモノレールルートは交差し、この交差点上部についても上りと宮前平区間および新百合ヶ丘間溝の口区間に該当する駅がそれぞれ設けられる予定でした。ちなみにこの交差駅の駅番号は第13駅となっています。ここから進路を変え上りと方向へ進んでいきましょう。上りとまでの間には第14駅となる生田緑地が位置していますが、時間の都合で今回はスルー。向こうが丘遊園駅手前で上りと方向へ右折する交差点を物取りしに行きます。1980年にはモノレールの車両デザイン案、駅の俯瞰図、モノレールの仮称などより具体的な設計計画が発案され、1981年には川崎縦貫高速鉄道とともに川崎市都市モノレール計画の実現を推進する研究会の存在もあり、川崎市の開発熱は続きました。1981年度の調査では新百合ヶ丘から溝の口ルートを部分開通する案など計画が縮小されていく方向となり、致命的となったのがこのモノレール計画の前提となっていた川崎縦貫高速鉄道、つまり川崎市営地下鉄の計画が1982年に入って中止。この時川崎市都市モノレールの計画も廃止、いわゆる構想未成線となったのです。画像は向こうが丘遊園駅南口。ここにはかつて小田急向こうが丘遊園線と呼ばれるロッキード式モノレールが運行されていました。もし川崎市営モノレールが建設されていたら、この地点では小田急のロッキード式モノレールと川崎市の日立アルウェーグ式モノレールが重複する区間となっていたはずです。それはそれで見てみたい光景です。といったところで、今回は溝の口駅から川崎都市モノレールの八の字の交差部を介し、向こうが丘遊園駅、そして上りとまでを撮影してきました。あくまで計画ですが、次回撮影区間は新百合ヶ丘から読売ランド付近までを撮影して回る予定です。それではさようなら。